アントワーヌ・イザーク・シルベストル・ドサシは、フランスの東洋学者、政治家。フランス革命から王政復古の時代にかけて、フランス東洋学の代表的な学者だった。ドサシは1758年に、交渉人、ジャック・アブラーム・シルベストルの次男として、パリで生まれた。したがって、本来の姓は、シルベストルであり、ドサシの部分は、長男と区別するために、 当時のパリのブルジョワジーの習慣に従って追加したものである。ドッサシは7歳の時に父を失い、母によって教育を受けた。1781年に造兵裁判局の顧問に任命され、1791年には同局の主席代表の一人に承認した。公務の傍ら、ドサシはセ務書ョを次々に学習し、東洋学者として頭角を表し始めた。 道サシは1785年に、非文アカデミーの巡回員となり、1792年には、正規会員になったが、革命の嵐のために同年公務から退き、パリ近郊に陰性した。1795年に、東洋の現代語のための東洋言語特別学校が新たに開校すると、そのアラビア語教授に就任した。1806年にはペルシア語教授を兼任した。 同志は1808年に大議員の議員になった。1813年に男爵の爵位を獲得。1832年には上級貴族になり、貴族院に議席を持った。1815年にパリ大学の学長となり、第二次王政復古の後には公共教育委員会で活動した。アベル・レミューザと共にアジア協会を創立し、国立印刷局で、 東洋語の活字の監査官を務めた。1832年には、秘文アカデミーの終身初期の地位を与えられた。ドサシは1838年にパリで没した。79歳だった。ドサシは1787年から1791年までの間になくし、ロスタムの遺跡がアケメネス朝とサーサーン朝長のものであることを明らかにし、 カフラビー文字碑文の解読に成功した。後に、グローテフェントは、ドサシの研究結果を利用して、ペルセポリスの古代ペルシア設計文字国文を解読した。1801年に、大臣ジャン・アントワーヌ・シャプタルは、ロゼッタ・ストーンの碑文の写しをドサシに送った。ドサシ本人はほとんど解読することができなかったが、碑文の写しを、スウェーデンの東洋学者であるヨハン・ダビド・オケルブラドに、 送った。オーケルブラドも解読には失敗したが、デモティック部分から16のアルファベットを取り出すことに成功した。1807年、16歳のジャン・フランソワ・シャンポリオンは兄に連れられて初めて、パリを訪れ、ドサシに会った。ドサシとシャンポリオンの関係は複雑であり、特に100日天下で、シャンポリオンが熱烈にナポレオンを賛美したために、 応答主義者であるドサシとの関係が悪くなった。ドサシはトマス・ヤングへの手紙でシャンポリオンを批判し、1815年にシャンポリオンがコプト語の文法と辞書を交換しようとした時にもドサシの反対によって拒否された。しかし、1822年にシャンポリオンがヒエログリフの解読に成功したことをヒブンアカデミーで発表すると、 アカデミーの委員長であるドサシは真っ先に祝意を述べた。ドサシはドゥルーズ派の宗教を研究していた。没後にドゥルーズ派の宗教紹介が出版された。教育者としてアラビア語の文法書と特本を編纂している。翻訳書にアブドア・ラティーフ・アルバグダーディのエジプト事情がある。ドサシが肯定版を作ったアラビア語の文献にはカリーラとディムナ・アルハリーリー。 イブンマーリク、アルフィーヤガール、ありがとうございます。